昨日、静岡市役所を訪れた国の有識者会議の中村太座長。こうやって地元の人たちに説明するチャンスを与えていただきまして、ありがとうございます。リニア新幹線をめぐっては、トンネル工事に伴う環境への影響を懸念し、県は静岡工区の着工を認めていません。一方、工事が行われる南アルプスの環境保全策について、おととし6月から14回にわたり議論を重ねてきた国の有識者会議は、去年12月、報告書を取りまとめ、国交省に提出しました。報告書は JR 東海が示していた工事を進めながら対策の見直しを行っていく手法を指示する内容となっています。静岡市北部にある南アルプスの環境保全に関する報告書について、難波市長は不十分な点はあるとしながらも、高いレベルの検討が行われたと評価していました。こうした中、昨日、報告書について中村座長と直接意見を交わした難波市長。非公開で行われた面会の中で、難波市長が南アルプスの生物への影響を工事前に予測すべきと主張したのに対し、中村座長は困難性が高いと話すなど、意見が食い違う場面もあったということです。市としては、まだまだ議論をしていかないといけないところがありますよということだけを、中身は具体的に言わないで、まだいろいろありますので、そこについてはしっかり議論をしていきますというお話をいたしました。あと専門的な知見についてはですね、これからもいろいろお伺いをしていきたいと思っていますので、直接お会いできたというのは非常に有意義だと思っています。私はパーフェクトな報告書を作ったと思ってませんので、限られた時間の中でやってきたと思いますので、そういう意味ではその足りない部分をきちんと補足するような形でより建設的な議論を進めていただけるとありがたいなと思いますし、もし協力できることがあったら協力していきたいなというふうに思います。その後、中村座長は島田市役所を訪れ、大井川流域8市2町の市長とも意見交換しました。終了後、島田市の染谷市長は、南アルプスの環境保全に関して、今後も国の関与を求めたことを明らかにしました。理解を深めることができた、そんな時間だったと思っております。要望で一番大きかったのは、今後国はどう関与していくのか、誰一人リニアの工事に反対してないと、しっかりと住民に理解いただけるようなご説明を重ねながらですね、工事の進捗の方も図っていけることが静岡県にとっての利益になっていくのではないかなというようなことも考えていかなければいけないと、そう思いました。一方、川勝知事との意見交換の場は設けられませんでしたが、国交省の村田鉄道局長は今後機会があれば検討したいと話しました。南アルプスの環境保全に関する議論に絞られつつあるリニア問題、議論がどう進展していくのか、県の動向が注目されます。